今回はソロモンの偽証第一部事件上官を紹介しますクリスマス未明一人の中学生が転落死した柏木拓也14歳彼はなぜ死んだのか殺人か自殺か謎の死への疑念が広がる中同級生の犯行を告発する手紙が関係者に届くさらに 過剰報道によって学校保護者の混乱は極まり犯人探しが公然と始まった一つの死をきっかけに膨れ上がる人々の悪意それにこうし死の真相を求める生徒たちを描く現代ミステリーの最高峰1巻目とにかくいろいろな展開があり面白いの一言でしたしかし読みつ進めるにつれ こんな中学生がいるのかそういう思いが頭をよぎりました。自分の中学生の頃を思い出してみても、あまりにも懸命で純粋。しかし、続きが読みたいという読書欲は抑えられませんでした。そして、発刊されるたび、その日に購入してました。3、4巻になると、さすがに物語の展開が面白いとはいえ、 こんな中学生がいるのだろうかそれにこんなにも理解のある大人教師がいるのだろうかあまりにも作者に都合が良すぎるのではないかその思いはどうしてもぬぐえませんでしたそう思う私が最後の章である56巻ではとにかく読む手が止まらなくなりました読みながらこんなにも純粋で ひたむきに同級生や自分の中学生活のことを思う中学生ならばこのような話がありえるのではないかそう感じ始めていましたミステリーとしての犯人探しやどんでん返しなどどうでもよくなっていましたこの子たちはどこへ行ってしまうのだろうどうなってしまうのだろうそれを見届けたいという思いだけで一気に読み終えました文庫本で六巻。とにかく 1> 1巻を手に取ってはどううでしょうそして続きを読みたくなったならば次の2巻を読みたいと思えばさらにその続きを面白くなければそこで止めれば良いのではないでしょうか以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします